この仕事、結構ね長くさせていただいてるんですけど、でまあその間にねいろんなね相談事とか電話で受けたりすることもあります。でね、入ったばっかりの人とか、まあね若手の新人だったりとか、そういう子からねまあ相談事をね受けたりするんですけど、まあその中でやっぱり多いのはね人間関係ですね。あ、この人にこんなこと言われました、こんな態度取られました、どうすればいいですかねっていうね、相談事ね結構やっぱり受けます。まあ、そういう方たちにね、まあその相談のね答えにねあんまりなってないのかもしれませんけど、ちょっとやっぱり気にしないようにするしかないよってね言うしかないのはねもう正直なとこなんですよね。そういう相談をねする方たちっていうのはね、自分が思うに繊細な方たちが多いなっていうね、印象を受けます。周りの目が気になる人とか、そういう感じの方がね結構相談されてくるなというのは感じますね。自分もね、昔は、そんな感じでした。周りの目が気になったりとか、自分どんな風に思われてるんだろうとか、そういうのをね考えるタイプだったんですけど、自分は鈍感力をつけるようにしました。鈍感力、あまり聞きなじみのない言葉だと思いますけど、人間関係とか仕事において鈍感力って結構大事だろうなと自分はね、個人的に思っております。その鈍感力っていうのは、まあ、怠けたりとかそういうことではなくて、気にしないようにする力ですね。それをね、鍛えるようにして、まあ今でもねやっぱり少し気にしたりすることもね若干あったりはするんですけど、昔ほどではなくなりましたね。でね、今回ね、まあこれは個人差、効果は個人差あると思いますけど、まあ自分がやった、3つ、ご紹介しようかなと思います。まあね、もしやってみて効果があればね OK かなと思いますんで、まずね1つ目にやったのは LINE とかメール、 Twitter の通知をねオフにするっていうことをやりました。やっぱりね SNS だったりとか LINE のやり取りだったりとか結構やっぱり気になるんですよね。でドンって言ったらね LINE とか言うと気になるんですよ。でもうそれをね全部オフにして、自分の、好きな時間に見るようにしました。そんなことしたら大事なねやり取り見逃してしまうじゃないかって思う人もいるかもしれませんけど、意外とこれが成り立つんですよね自分が思っている以上に意外と、そうでもないというね それに気づきましたね。気づいたことによって、あ、なんだ別に LINE はすぐ返さなくても別にいいじゃんみたいな感じになっちゃいましたね。ですから LINE、メール、Twitter などの SNS の通知をねオフにする、これはね、おすすめです。まあまあおすすめっていうか、まあ自分でやってることです。今もねやってますね。で2つ目ですね、2つ目はまあ既読スルーするまあちょっとね、通知オフのとまあ関係してきますけどね、まあ見ますよね。パッと LINE とか見たりして、あーこれは別に返事返さなくてもいいかなっていうやつには、もう既読スルーです。はいこれも意外と自分が思ってるほど、重要なことではなかったですね。もう本当にね重要な内容だったりするともうすぐに返信したりするんですけど、全て、既読するわけではないんですよ。そこまで重要ではないな、すぐ返さなくてもいいな、あこれはまあ見ましたっていうのが分かれば、向こうは納得するだろうなっていう内容はもう既読スルーです。返信も返しません。そういうことをやってると気にしてた自分が、あそうでもないんだなっていうのに気づきます。周りの目とかも、あ自分が思ってるほど周りみんな見てないよな俺のことってそういう風にね思えるようになってきました。そういうのをね習慣づけていったらそんな感じになりましたね。
で、最後はね、これは鈍感力を鍛えるっていうよりも磨きがかかるって言った方がいいのかな。でもね、これはこの3つの中で一番おすすめです。人間関係悩んでる方だったら、ぜひやってもらいたいなと思う最後ですね。最後の3つ目はスポーツ、体を動かす。スポーツをやりましょう。体を動かしましょう。これはね、まあなんかいろんな YouTuber さんが言ってるその自己啓発的なそんなことではなく、まあ本当に自分がやってすごく効果があったなと思うことです。で、特にスポーツの中でも武道をおすすめします。まあね、武道だけじゃなく、まあ、バスケットだったり、まあ、野球だったり、ね、いろんなスポーツやっていいと思いますけど、まあ、自分はね、武道をおすすめしたいと思います。自分が過去に空手をやっておりました。まあ、本格的に本気で打ち込んだのは 4,5 年ぐらいだと思いますけど、その間ね、人間関係だったりとかごちゃごちゃっとした悩みはありました、その頃から。で、空手を始めてミッド蹴りだったり組手だったり肩の練習だったり、いろんなことをね、真剣にやってたら、人間関係で悩んでる気持ちなんか、その時間全くゼロに等しいぐらい考えなくなります。その時間はもう本当に武道、空手のことだけしか考えなくなってる時間っていうのが取れたんですよ。それが一つリフレッシュできる時間になったんだろうなとは思います。それをずっと続けて、まあ大会出たりとか組手だったり、いろいろやっぱり上達していくわけですよ。そういう、練習をね、重ねていくたびに、まあ初心者だった頃に比べれば、あ、蹴りの威力が強くなったなとか、あ、足が上がるようになったなとか、あ、肩が一つできるようになったなっていう自分の成長をね、感じられるようになって、自分自身にすごく自信がつくようになりました。自分に自信がついてくると、おのずと周りの目がすごく全然気にならなくなってきました。何に気を使っていいのか、これは気を使わなくていいのかっていうのが見極められるようになってきました。今人間関係で悩まれてる方とかはたくさんいらっしゃると思います。まあ、この3つはね、自分の個人的なね、鈍感力を身につける手法ではありますけど、まあね、よかったらね、試してみてはいかがかなと思います。まあ、効果があるかどうかはね、別としてね。ただね、最後のスポーツするっていうのは、これはね、間違いなく効果あると思います。それでは残りの配送頑張っていきたいと思いますんで、安全運転でね。